皆さんこんにちは、ダンショーです。ということで本日はですね、知る方ぞ知る PS4 っていうゲームあるじゃないですか。当たり前だよね、誰でも知ってるわそれ。 PS4 っていう、まあ、ゲームのソフトでエースコンバットっていうのがね、ついこの新作で出たんですよね。まあ、どういうゲームかっていうと、まあもうこういうゲームです。はい、ということでね、タナショーを買いました。こちらのエースコンバットはですね、まあ、戦闘機のゲームです。すごいざっくり言うとね、大量の戦闘機のフィギュア。これ俺エースコンバット買うから、なんかフィギュア欲しいと思って大量買いしました。はい、ということでね、まあ、こちらのゲーム、今回は何が見どころかって言ったらですね、そう、プレイステーション VR に対応してるってところなんですよね。もうだって戦闘機かける VR の時点でもうヤバそうじゃないですか。それがね、PSVR に登場して、なおかつリアルに、もう本当に戦闘機のコックピットに乗ってるかのような体験ができて、敵と戦うことができるっていう素晴らしい機能があるんですけど。ということで本日はですね、エースコンバットの VR 全く知らないおじいちゃんにやらせたらどうなるのかっていう検証です。はい、ということで早速ね、おじいちゃんを呼んでエースコンバット7をやってもらいたいと思います。よし、じゃあ行きます。ちょっとじいじちょっとじいじ、あのさ、2階にまあ、俺のね、あの VR があるじゃないですか。うん、VR ってバーチャルリアリティ。そうそうそう、よくご存知で。英語強いんだ。それをね、ちょっとやってほしいんですよ。ゲームなんだけど。ゲーム、ちょっともうとりあえず一回上来てもらって。あ、そう。うん、ちょっとじゃあもう上行こうか。なんか変なことやるんじゃないの、また。いや、大丈夫、もうちょっと上行こう。はい、目隠しされちゃったよ、俺。どうすんのこれ。ちょっとね、ちょっとまだ取らないでください。はい、目隠しとっちゃおう。あ、なんかキラキラ輝いてるのが出てきた。あ、これ何、これか。このパンツかぶってほしいの。パンツ汚い。これ本物のパンツじゃないから。 PSVR っていうのを使うときにかぶるパンツじゃないんだけど、パンツみたいだから、こうパンツって呼んでるだけだから。パンツかぶります。はい、鼻の穴を出す。鼻出そうと。こんな感じ。 OK です。金を出せ。ちょっと今じいじさん、はい、今からまあちょっと何やるかってよく分かってないと思うんだけど。分かりません。今からちょっと戦闘機に乗ってもらいます。戦闘機、そんなのできるわけないよ。一応時速2000キロまで出るから。2000キロこれ持っていただいて。じゃあ出撃します。はい、出撃。じゃあじいじ行きます。はい、はい、飛びますよ。はい、どうぞ。あー、もう飛んでる。あー、何だこれ。下、これ下やばいよ、これめっちゃ高いからね。あー、これちょっと上上げよう。次、これ、そう、何上げよう。これゴルフ場じゃない。じいじ、これゴルフ場じゃないから。ゴルフ場じゃないか。ゴルフやりすぎよ、これじいじ、これ。どうですか、じいじ、この快適な空の旅は。いやー、これ自分の飛行機だったらいいね、これね。旋回をしましょうね、旋回を。こっちじゃない。これ風も来るからね、風も。あ、そう。風も来るよ、これ。ほら。ほら、来た。何これ。風とかどうですか。風、うちわで仰いでんじゃない。違う。はい、さあ、じいじさん、快適な空の旅を。ちょっと地面スレスレ行ってみる。そう、地面スレスレ行ってみましょうね。カーション、大丈夫、大丈夫。やばいよ。大丈夫。あー、スレスレ。危なかった。やばい。死んだ。大丈夫、死んでない。これバーチャルだから。あ、死んだ。これバーチャルだから。だい。生きてる。いやー、迫力あったな。どうでしたか、今実際やってみて。ちょっとね、操作はまだね、慣れてないからね。そうね、やっぱ操作さすがに難しい。慣れればね、これは非常に面白いしね、地面スレスレにもいけると思うんだけど、ね、いけると思うんですけどね。今度は戦闘機で敵を倒すぞ。はい。